こんばんはーここんばんんんばばははカムスープーこんばんはーちょっとお久しぶりかなショールームはそうハロウィンの時はねインスタライブしたのでショールーム配信はちょっと個人配信は久々かなと思うんですけどそうバトフェスの、あのー、時にまなみさんとショールーム配信はしたんですけど 個人配信でこうやって話すのは久々かなと思いますが皆さん今日はいろいろねちょっとゆるくトークしていけたらいいなと思って配信してます。こんにちはこんんににちちはは ごごご無沙汰ご無沙沙汰汰ですすありがとうございます見に来てくださって久々だからね何話そうかなとか思って考えてたけどなんか質問とかでもいいし何でもねっ久々配信ですそうおっ北海道善悪ありがとうありがとうございます 久々に北海道の全国握手会行けて結構ね久々にあのの握手会だったからその北海道で前回の握手会ぶりに会うっていう方とかも多くてすごいいろんなねお話できたりとかして嬉しかったです。留学お疲れ様ありがとううございますそう確かに日本帰ってきてき の個人配信は初かもしれないそうそうそう影穴もねギちゃんと二人でさせていただいて善悪では明るすぎるかな大丈夫かキャンディー可愛かったよおありがとうございますそうキャンディーをね萌歌ちゃんとさとちゃんと私の三人でキャンディーを。 やらせていただいてそうちょっと緊張したけど楽しかったですね初雪が今年は遅かったみたいで今日観測北海道でねされたみたいでそう雪が今日降った そうだよね。寒いよね。そう。なんか、あのー、北海道行った時に、なんか雪とか降ってる場所とかもある、なんかさ、なんだろう。場所に観測されてたりはしないけど、多分雪降った場所もあったりとかしたんじゃないかなと思ってて、北海道の中ではね。だからきっとすっごい寒いんだろうなと思って、相当な寒いんだろうなって覚悟で行ったから、 なんかその思ったよりやっぱその雪もね今年は観測されるの遅かったりとかして初雪がだから結構なんか思っっててたたた以以上上ににはは寒くなかったの覚悟してた以上にはでもやっぱりなんかこの東京とか関東の方の寒さとはちょっと違ってやっぱり寒かったです夜とかねすごいあ冷えてるなと思って寒かったですね。 今3度寒いよねそうだよね皆さん風邪には気をつけてくださいそう私もインフルエンザの予防接種を握手会の時に今年もしましたよねかからないといいなっていうのを願っています去年も今年も多分かかってないから今年も かからなかったらいいなと思ってます。ねカイロも必要になってくる時期かもしれないねもうそろそろ。えっとねまだねカイロは使ってないかも今年うん。え多分使ってないと思うなうん。 使ってないねね大事予防手洗いうがいとかねまあそれでも予防してもかかっちゃう時はかかっちゃうから仕方ないかもしれないけど気をつけようと思います寒いよね寒いよねそう違うよね北海道と東京の寒さはなんだかなんだろうねうん違うと思う はい、ありがとうございます風邪ひいちゃいました気をつけてねもうモコモコ生活の時期が始まりますよもうこれもねトレーナー裏肝ちょっとそれはまだ暑いかなって感じですけどたまに着てますもう裏肝も北海道に住んでてあの アイスススケートスピードスケートをね授業とかであったりしてで自分のあの何て言うの趣味じゃないけど習い事みたいな感じでススピードスケードケトとかもやったたりしてたんですねだからなんかその時に夜に練習しに行ったりするんですけどもうマイナスとかもう全然行くからめちゃめちゃ寒くてこう髪の毛が凍ってこう何て言うの 凍りついて白くなるのずっといるとでその時とかもう春回路ももつ回路ももう体中張りまくってましたすっごい寒いのフィギュアスケートはやったことないんですよそう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 まつげもね凍るまつげ白くなってまつげとか髪とか真っ白になったりするいやーそうなのよ うん屋外だとね寒いよねお札幌は今5度だようだって寒いねそれは寒いスケート教えてくださいいやー全然ね私も昔は結構毎日練習したりとかそんな上手じゃなかったけど練習してなんか滑れるぐらいにはって感じだったんですけど もうそっから何年もほんと5年ぐらい乗ってないのでむしろ私が教えてもらいたいです <laughs> 全然できないと思いますそう全然できないそうそうそう北海道はねスピードスケート、まあ、フィギュアもあると思うけどスケートのところだったりとかスキーの場所だったり授業でもその授業での なんていうのその科目違う種目がね地方地方によってあの違うんですよだから私はね授業であのスケートじゃなくてスキーはなかったのだからあのね体はね多分覚えてないと思うなもうね5年とかだよだってやってないからだからなんか家族旅行とかお友達家族とよく夏はキャンプで。 冬はスキーみたいな感じでね同じ何家族かととかで旅行とかしてたんですよ夏休み冬休みってでそういう時に私はススケケーートトやってましたゃいつもは授業でスケートとかやってるからなんかそういう旅行とか行った時はスキーみたいな感じでなんかちょっと一日だけなんかレッスンみたいの受けれるコースとかがあってそういうところであのスキー場で。 レッスン何時間レッスンみたいにやったりとかしてちょっと習って行ったりしてまあハの字ではまあ滑って降りてくることはできるかなみたいなくらいまではあのー、スケートじゃなくてスキーはできるようになったんですけどよく聞かれるんですけどスノーボードはやったことがなくて今まで難しそうだなって思っててそうだから一回もやったことないんですよね。 やったことない、ね、いつかやってみたいなとは思うけどそう、うん、スケートもスケートじゃないスケートもスキーももう何年も本当にやってないからもうそれなのにねスノボなんて挑戦してできるかなっていうところはあるけどあ旭川でもスケート授業であったよねあるよね声かわいいうれしい 声、ね、意外となんか低いからねあんまかわい自分の声可愛いと思ったことないけど嬉しいそんなこと言ってくれてそうススキーーのの場所とスケートの場所所とととケトで多分あると思うだからねスケートじゃないやもう間違えちゃうすぐ「スキーできるの?」って結構冬になるとね握手会とかでもね聞かれたりするんですけどあの本当に。 なんできるって言えないかぐらいのちょっと降りてくるのはできるよぐらい一人で時間かけてゆっくり降りてくることができるよみたいなそれぐらいの程度しかできないだからといってさもうスケートもブランクがあるからね結局何もウィンタースポーツできないかもしれないけどスキーは。 できるけどねボーダー難しいホッケーもやったことないんですよねそうやったことない旭川今日雪降りましたよっておそうだよね寒いよね雪合戦ね 雪合戦激弱だけどさやマジでね弱い見てる派見てる派っても応援見学そうそう全然できないの球技がとっても苦手でして私卓球はね3年間やってたんですけどそれはまだうん球技なかったらできる方他の球技が本当にできなくて もうね、弱い弱い、弱いどころじゃない。だからもう一番苦手なのが、バスケとか、サッカーとかかな。バスケ、本当に苦手なの。見てるのとかはね、好きなんだけど、だから、授業とかでも、なんかもう、なるべく見てたいみたいな。見てて応援してるのは楽しいんだけど、自分がやるとなると、本当にできなくて、ボール触れないか回も、みたいな感じ。本当に。 だからねちょっと雪合戦もさある意味球技じゃんドッジボールみたいなさだちょっと苦手。テニスねやったことないんだよね,ね見るの楽しいよねわかるわかる自分ができないからこそなんか人がやってなんかゴール決めたりなんかあどっちだどっちだみたいになってワクワクして見てるの楽しいけど自分ができないから。 そうでも唯一卓球だけはちょっとできたそうハンドボールとかね野球とかほんとにできないそれが一番苦手かもしれないもしかしたらうんすっごくダメです <laughs> そうやる方がね楽しいって方もいるよねそうそうそう私見て見てる派なんですよね道具をね使う系得意だと思うじゃん 全然なんだあのねバドミントンとかほんとできないの本当に卓球しかできないっていうか卓球もしばらくやってないかできるかわかんないけど今までの運動歴で言うと卓球はまあまあまだできる方なんだけど本当にできない他の球技全然できない

そう、今度どこかに写真載せようかなま載せたっけ載せてないかもしれないドッジボールは結構苦手 <laughs> 全然苦手うんほんとに球技苦手できる球技ほんとないんだほんとにね苦手そう人力車乗った 初人力車でしたボウリングはボウリングもねすっごい下手ってかなんか昔はそれこそ北海道に住んでる時はなんかたまに家族とかなんかいとことかでたまに1年に何回かとかボーリングやったりしてたこともあったんだけどなんかあのねそん時はできてたのかなあんま記憶ない。 なんかあれかもガーターみたいなのつけてたガードみたいなのつけてたからかもしれない小さかったからみたいないとことかもいて子供多かったからって言ってつけてたからできてたのかもしれないけどネクストガールズのミュージックビデオの撮影をさせていただいた時にボーリング場でねボーリングをするシーンとかあったんだけどそれで一回ねこう投げたんだけどもうすぐガーターいったよねもう <laughs> 全然ねダメだった。 やっぱとことん球技がね向いてない人なんだなって思った改めてね見てくれたと思う方も多いと思うけどミュージックビデオそう全然ダメだったみんな球技できるのかしらほんと苦手 っていうかなんかさあ学校とかに球技だけじゃなくて学校とかにさ通ってる時は体育の授業とかがあるからなんかいろんな競技をやるじゃないですか走る球技なんか跳び箱なんか。 外でのさ体力測定とかいろんなのをまあ、ちょっとプールやったりとかもそうだけどちょっとずつ季節によってとか毎回毎回いろんなのやっていくからなんか運動もそこそこいろんなのなんかやったことあってみたいなちょっとずつ上手くなっていくけどなかなかさ学校をもう行かなくなったりするとあんまりさその体育の授業での。 運動ってないじゃん自分でやる運動しかないから限られてくるじゃん。飛び箱とかさ綱引きもそうだけどそういうのとか運動会とかさ体育の授業とかがないとやらない競技って結構あるじゃん。だからね昔より運動神経とかって多分落ちてると落ちてくるものなんだと思う。ももとと運動神経そんなな良くないから多分より どん,どんそうバレーボールとか本当にできなかった昔一回部活入ってたことあるけど全然できなくてそれで卓球にしたの中学校入る時は卓球にしようと思ってやってそれが唯一できたし頑張れたいやそうやっぱダンスとかとはさ違うじゃん他なんかの運動神経とどまた違うさ ね、あれがあるかなとか思って「さやの寝るがおしゃれで毎回楽しみにしてるようだって嬉しいありがとう」でもなんかもう縫ったばっかりの結構取れかけちゃってる部分あるけどもう秋秋っていうかもうあれよね冬になるけどもうすぐなんかさいつからがさ秋でいつからが冬なんだろうねもう11月半ばだからさ冬って言っても いいのかなみたいなところはあるけどねでもだんだん紅葉がこう落ちて散ってきてるからもうすぐ秋終わりかなっていう感じしてるけど個人的にはねえみんないつからが冬かわかんないよね。冬って好きですか 冬好きですようん好きだけどてかどの季節も好きなんですよ私それぞれのさなんか楽しみ方とかそれこそ紅葉とか雪が降ったりとか,なんかそういう四季があるのっていいなって思ってだからどの季節も好きだけど寒いののがちょっと苦手なの北海道に行ったいるとねこの前もなぎちゃんと話したんだけどなんか寒いの得意って思われがちなんですよ北海道出身っていうと。 でもなんか寒いところにいるからこそなんか暖かいところがいいみたいなそのなんだろう願望なんかもう寒さがなんか多すぎてみたいなところあるから夏でもやっぱ東京とかにはさあと暑いところってどこだ名古屋とか暑いところにはかなわない寒暑さじゃないですかそれよりは寒いから。だかかからなんか暑いとところとか が暑い気温暖かい気温の方が憧れるなっていうところもあったりして意外と寒いの苦手な人多いと思う北海道の人あるあるそう絶対寒いの得意でしょと思われるんだけどねあ秋田県の肘菱も寒いがりだよだってねそうだよねそう寒いとこ出身の人あるある勘違い勘違いってかなんか偏見持たれやすい。 だから東京の人とかはそうなのじゃないなんか暑いの得意でしょって思われそう意外とさほら東京のさ方とかはさなんか雪が降ってほしいみたいなのとかあるじゃんそういう感じだと思うまあ人によると思うけどね <laughs> 結局はうん好みっていうか感じ方だけどそれぞれの。 そういういのあるあるだと思ういやでもだんだん寒くなってきてると思う本当に日々感じる何時までやるの何時までやろうかなっていうか何時 20分ぐらい20分過ぎってたか30分前ぐらいから始めたからまあまだ決めてないですけどマイナス1度だって明日の北海道ん寒いねそれは絶対寒いよマイナスいくとやっぱねそう寒いからね ああ歌頑張ってねありがとうございますそうあのー、歌歌唱力決定ん No.1 決定戦にそう私も立候補させていただいてだから自信はないですけど歌うことはすごくね好きなので自分なりにね頑張って悔いなく なんていうのオーディション迎えられたらいいなって思ってますそう頑張ってねありがとうございますさやの歌声好き嬉しいありがとう あ12月の握手会に行きますよありがとうございます嬉しい雪は好きですか雪は好きだけどやっぱあんまりね降りすぎると大変だからちょっとなら好きホワイトクリスマスとかいいよねイルミネーションとさ なんか雪パラパラみたいなの素敵あインドネシア語は勉強してますか「勉強してます」勉強してますって言ってもまだそんなにいけてはないんですけどインドネシア語のレッスンとかにも行ったりしてて少しずつちょっとずつやっぱ覚えたね少し覚えたからせっかくだから。 なんていううだろう継続していきたいなと思うしちょっとでもまた何かね JKT48 のみんなとお仕事できる機会とかインドネシアに行く機会とかがあったりなんかした時にちょっとでも喋れるようになりたいなと思ってもうほんとちょっとずつですけど勉強中。 そうちょっと難しいけどね頑張っていこうと思います友達が「この前初めて劇場公演行ったよ」おさやのファンになりました「本当に嬉しいです劇場ね初めて見に来てくださって嬉しい」「札幌の握手会行ったよありがとうございます嬉しいです」 ピンクの服かわい,いね嬉しいありがとうすごくピンクって感じだけどそうそうそう総選挙がね JKT48 の総選挙がもうもうすぐあるっていうことで。 緊張しますよね、総選挙はやっぱり。お、見えなくなった？見える？見えてるかな？じゃあ、なに質問コーナー <laughs> 質問コーナーとか久々に、まあ今も質問コーナーみたいな感じでしたけど。 久々だからね個人配信なんかあればあれば質問コーナーしつつ全然くだらないことでも大丈夫ですよあ見えてる見えてる復活したあよかったよかった見えてない方もいたりしたのかもしれないニット男子どう思いますかいいと思いますよ冬の時期ねああ もうすぐリクエアはですぐリでねあっそうですよねリクエストアワーがあの開催されるということで今年も今質問が見えなくなっちゃった好きなおでんの具はいいね季節感ある質問私はちくわぶが好きあと何だろうな はんぺんとかも好きズンちゃんとお話ししたことあるあるよあるよズンちゃんかわいいいつもねかわいいです優しい一番最初に覚えたインドネシア語は何だろう照りまかしいかなやっぱりありがとうクリスマスプレゼントは何が欲しいですかなんだろうなクリスマスプレゼント クリスマスマプレゼントか何だろう,うん難しいななんかでもサンタさんとかさクリスマスプレゼントってなるとさなんかそういう時にしか何て言うのもらえないものというか一個なんか大切なものとかおっきいものとかが多いよね昔はシルバニアファミリーとか。 2年連続でもらってたことある家家はすごいえー、っとサンタさんはいると思ういると思い思いますいて えーっとあー流れちゃった冬休みが1ヶ月何をしたらいいですか何をしたらいいですかえー1ヶ月でしょ結構何でもできそうだよねでも1ヶ月何でもできないかでも時間があった旅行とかもいいんじゃないかなと思うさあややピアスはイヤリング派今は私はピアス開いてないのでいつもはイヤリングつけてます 北海道にちくわばあったのえっ分かんない北海道ないのかななかったのかなどうだったかなでもさあるよねそういうの地方ねによってそのコンビニとかでもなんか限定のあやっぱないんだちくわば関東限定なんか例えば関西限定関東限定とか結構そういうのあるいっぱいあるよね 関東限定なんだそうだったんだイカリングとオニオンリングどっちが好きですかうーんえー、どっちだろう結構イカリング好きかも私イカのなんだろう生のイカはそこまで嫌じゃないんですけど大好きっていうのはないんですけどイカリングみたいなのすごい好きおつまみみたいなやつすごい好き あイカリングっていいう方がいるあ名古屋は味噌ついてくるんだなるほどねそういうのがやっぱあるんだよねおでんとかも地方によっておイカリングに共感がすごいいっぱい犬派ですか猫派ですか結構ねどっちもなんだよね犬だったら猫はそんな私種類知らないんだけどすっごい好き見るのも好きだしなんかよく画像とか見ちゃう動画とか。 犬はあのねミニチュアダックスフンドが本当に好きなのめちゃめちゃ可愛い耳とかあと銅の感じとかもうタイプドタイプめっちゃ可愛いパスタで好きなものは大体食べるのはなんかバジルとかのジェノベーゼかなんかうん基本何でも好きかも。 海鮮みたいなのもたまーに食べるし、なんかあっさりした。明太子も好き。明太子好きなんですよね。私基本。プロレス見て感動しました。嬉しい。ありがとうございます。内帯がありますか？いっぱいあるよ。えーとポメポメラニアポメラニアン可愛いよね。柴犬も可愛いよね。もうみんなもうね。動物基本好きです。 めっちゃ好き鹿児島県といえばうん桜島とあとあれも有名ですよね白クマあ、あ、コメントが止まっちゃったちょっと待ちます待ちますね、ゆきりんさんそうですねあ クローブ歌ああ鹿児島かそうオメグはね動物っていうか犬が苦手って言ってた豆柴カフェとか絶対可愛いじゃん行ったことない私ねゲームねあんまりやらないんですよね 白熊そっかかき氷だよねそうそう白マドリア派グラタン派うんーどっちも好きだよこの前ねめちゃめちゃなんか超簡単にできるドリアを作りました好きなラーメンはんーしようん塩かなあんまり私麺類食べないんですけどラーメン食べるなら昔から塩が好きです にいたたとは誰と仲良くししてましたかえー、結構もう本当にみんなどのメンバーさんもみんな優しくて話しかけてくれたり結構みんなと話せたと思うんですけどやっぱり公演とかもずっとチーム T の公演出させていただいてたのでそう T のメンバーとはみんな仲良くなりましたフクロウカフェ 見たことあるよテレビでなんか今流行ってるんですよねそういうのねなんかいろんなカフェがあってうまカフェが流行ります本当ですかそんなのあるの朝はパン派ですかご飯派ですかうんどうだろうパ パンの方が割合的には多いかもなんかあと何ていうのシリアルみたいなのとかもある「うまカフェ」はさ絶対嘘だよね <laughs> そんなのあるないよねないよねとか言って勝手に言ってるけどどうなんでしょうか嫌いな食べ物はゴーヤが苦手かなんか私だけ 画面が止まった、前髪が。本当にあるの、へえ、すごい。知らなかった。一瞬止まった。大丈夫だったか。そう、ハリネズミカフェ行った。そうそうそう、ちょっと崩れていっちゃう。そう。さやは一人っ子。そうです。 一瞬止まった大丈夫そうかな一瞬止まったけど治ったよお、よかったよかった爬虫類カフェね、ちょっとなんか怖いけど行ってみたいなってちょっと感じるのはあるけどちょっと怖いな、なんかあんまり得意じゃないかもしれない サムネイル公演楽しかったですめちゃめちゃ久しぶりのサムネイル公演だったのでそう緊張もしたんですけど楽しかったです最後パパに会ったのはいつ今日会いましたよ <laughs> そう今日会ったホラー映画は好きホラー映画ねそんなになんかあもうよし見たい見たいみたいな 感じにはなれないけどでも見るの全然好き怖いけど見ちゃうって感じなんかホラー大好きっていう感じではないけど全然好きちょっと怖いけどコメントがねちょいちょい固まっちゃうあ動いた動いた お化け屋敷お化け屋敷ね入ったことあんまないんだよね本当一12階とかかな1回あの富士急のお化け屋敷入ったことあるけどちょっと結構ね2個目3個目かな2個目ぐらいのドアなんていうのリタイアドアみたいなとこでもうリタイアしちゃった。 24日のさ委員会サイン会に行きますありがとうございます握手会ありますもんねそうそうそう富士急のお化け屋敷は結構レベル高め結構さ怖いっていうさなんだろう有名だよね一番さなんかお化け屋敷怖いって言わない 今までで一番美味しいと感じた食べ物は何ですかうん、なんだろうあんまり好き嫌いないんですけどやっぱり牛タンが好きですかね一番お浅草も怖いんだって花屋好きそうなんだ行ったことないなそうなんだね結構コメントできてる 動物園か水族館難しいでも結構私水族館好きかもしれないでもね旭山動物園とかもねいいよね好きザンギ食べたくならないねザンギねこの前すごい久々に食べましたよ北海道行った時。 なんで浅草に行くことにしたのそうなんか何しようかって言っててでもなんか映画とかはいつも見てるしなんか違うことやってみるってなって浅草とかどうって言っていきました朝山動物園に三回行ったことあるかなザンギってね、唐揚げみたいな 感じですジンギスカンは食べてないなでもあんまりその詳しい違いさえも分かってないかもザンギとあれのあれって <laughs> からあげの歌唱力のやつ頑張ってねありがとうまた大分に来てください行きたい行きたいすごいあのー しばらくっていうか行けてないですねい行きたいなすごい好きなんです道内で好きな街はありますか結構いっぱい好きだけど私結構ずっと言ってるけど小樽が好きなんですすごく家族で旅行っていうかお出かけしたこともあるし なんかガラス工芸みたいのやってコップとか作ったりなんかネックレスとか作ったこともあったりそういうのがねすごい楽しいしなんかルタオもね有名なルタオもあったりとかいっぱいあって素敵なんかオルゴール堂とかも行ったよオル,オルゴール作った。 そう意外とねいろんなところがあってね水族館もあったりとかすごい好きなんださやヤは札幌なの全然違いますよ道東の方あまた消えたみたい確かにねおたるんがもあったりとかいろいろありますよね北海道はさ広いからさ なんかどこからどこまでって行くにもさなんか1軒をなんていうのまたぐ12軒またぐ分ぐらいのさなんだろう時間かかったりするじゃん固まったりするみたい結構なんだろうね電波悪いのかな広いよねそう広いからさ。 お別会場に行ったことがあるよ旅行しがいがあるまあ確かにいろんなねところがあるからねもう私も全然行ったことないところとかもいっぱいあるもんな広いから今11時えー、7分ぐらいになりそうな感じです15分ぐらいまでやろうかしら ラーメン共和国行ったことあるよ札幌ですよね確かあるあるあるよねーお別海牛乳にハマってるようだって別海牛乳ね美味しいですよね私もよく毎日ね給食に出てたよ室蘭に行ったよーっていう方もいる。 なんかね、北海道の,あのラーメンってなんか何,何ラーメンが有名ラーメンって有名って言うじゃないですか何ラーメンが有名なのかっていう話をこの前しててなぎちゃんとあとスタッフさんと何人かで話しててで,でも結局何か何でも有名だよねってなってそうあの場所 その地方によって醤油が有名だったりとかいろいろあるから結局何何ででも有名何味でも有有名名味みたいなところありますそうそうそうなんかね旭川とか札幌とかそういう場所によって全然いろいろなものが有名いろんな味が有名だったりするから。 かは何味がおすすすめですか私はうーん飲んだことあって大体飲むとしたら普通のミルクティーか黒糖かたまに抹茶とかかななんか紫芋みたいなの飲んだことある基本あったら普通のミルクティーか黒糖にしてます 店によって違うのかもしれないけど横浜のカプラメミュージアム見たことあるないのないの行ってみたいなって思ってた思った思ってた思ってる <laughs> そう行ってみたいなって思って見てたことある面白そうだよねそうそうラベンダーのソフトクリームを食べたよって おいいね北海道っぽいですねフラノ担々麺好き担々麺お母さんが好きって言ってたフラノかなああとちょっとスクショタイムしとこうかなもうそろそろ でもちょっと前髪がもうなんか崩れてきちゃってるけどスクショタイム暗いできたかなスクショ。 できましたかおタワーこれちょっと待ってね読めるかなエースのワンペアさんタワーありがとうございますタワー大人っぽくなったね本当ですかいつの間にかねもう二十歳でもうさ 夏この前夏だったのにやっといばに冬でさまた夏来るって思ってちょっと焦ってる焦ってるっていうかもうなんか驚きを隠せないって思ってたら秋にね9月ぐらいになった時になんか9月の終わりぐらいにあもう1ヶ月誕生日から経つのか早いなと思ってたらもういつの間にか11月の後半になろうとしていてちょっとびっくりしています。 あっというまではね。ラーメンとミーゴレン好きですか？好きですよ。そうあの好きなんだけど全然麺類とか嫌いじゃなくて好きなんだけどあんまり自分から食べないからたまーに食べるのが美味しいって感じるかな。 そうラーメンとかあんまり食べることないか麺類だとねお蕎麦の方が多いかも <laughs> 食べるのね平成最後ですもんねあっという間だよね料理はどうですか料理はちょっとずつやってますなんか前よりはねするように心がけてるって感じ <laughs> サヤメールにはね作った料理とかなんかちょいちょい載せてみたりとか送ったりしてるんですけれども「チームティーはたまに劇場で話してるよ」だってサヤのこと「ほんとかな嬉しい」そうこの前もインスタライブした時にみんなが公演前だったのかなハロウィンの時見てくれてコメントしてくれてほんとに優しいみんな嬉しい。 卵焼き上手だってありがとう嬉しいあー卵焼きはねうーんとね甘うん甘い卵焼きじゃないですでもね両方あるその時によるけどうん気分ですね私のお家は両方ありますよあとね北海道のおばあちゃんが作ってくれるなんか甘めのなんか人参 だっったかなとかなと野菜が入ってる美味しい卵焼き昔からあってなんかそのおばあちゃんの定番レシピみたいなのがあってそうそれがすっごい昔から好きで好きな卵焼きトマト好きですか好きだよ今日は食べてないわ嘘だわ昨日かなもう食べたサラダに入れてでもねあんまりね ななんかか昔ほどいいいっぱい食べてないかもトトマトばっかりもうねトマト育ててさ時期もあったしさもう毎日食べてる時期あったからねでも全然好きあれが好きアイコアイコっていうトマトの種類が一番好きなんかねアイコは普通のトマトって 丸じゃんでもちょっと細長いの縦長の丸でそうそれがめっちゃね美味しい昔からおばあちゃんがアイコ育ててて北海道でその時からアイコが好きそう家族みんな好きですアイコアイコっていう種類のトマトトマトの種類 そう甘いよねなんかトマトって種類いっぱいあってなんかアイコとかあとなんだっけなんとか太郎でもないしなかそういうのあるんだよねいっぱい種類あってあと黄色いトマトとかもあるし桃太郎かな、うん、違うなそれ <laughs> 何だったかな忘れちゃったけどそういっぱいあ十15分になったもうそろそろね 終わろでかあと思ったら「ある」だってやっぱり「ある」ってなんかいろいろあるよねそう私は一番まあ、全部食べたことあるわけじゃないんだけど一番好きなのはアイコかな。 配信ありがとう。こちらこそ見に来てくださって皆さんありがとうございます。はやいって書いてある。<laughs> ありがとうございます。見に来てくれて。久々のあの個人ショールーム配信1時間ぐらい1時間もたてないかそれぐらいかなちょっと1時間弱。 見ててくれてありがとうございますまたね配信あのするねと思うのでその時は皆さん見に来てくださいありがとうございました皆さん寒いので気をつけてね毎日順位だけ読もうかなじゃあえー、っとこれどうやるんだっけえー、っとこれかあーちょっと待って <laughs> コメントを一回こうやって 11位じゃない12位13位からか13位あっちょっと見えないなここにね見えないのがあってねちょっと12位あっ違うん ?13 位はやぶさアットマークさやとゆゆ応援さん12位あっ押せない12位あっちょっと待ってあっできたさやりんさん 11位えっ、ー、としゅうさん <laughs> ちょうどねここにね見えないんだよねえっ、ー、とねどこまでやんなきゃ10位トントンさんえー、9位うるちゃん「ハッシュタグさやるーむナンバーワンさん」えっ、ー、と8位中さん7位たたかむらさん 6位、安みさん5位、須山さん4位、トロネコさん3位、シルビアさん <laughs> 2位、ルーキーさん1位、エースのワンペアさんかなあ、待って。あ、できたできた。<laughs> ありがとうございます、皆さん。 なんかね違うのここにねあのー、この携帯を設置してるやつのでこのね金具みたいのがねちょうどね名前のところにかぶってしまってねちょっとみんなのね名前が見えなくてすいませんでしたちょっとねありがとうございました皆さんちょっと結構急にね「一緒に見結ぶね」って言っちゃったんですけど見に来てくれてありがとうございました。 またね次の配信もねそのうちするので見てくれたら嬉しいです。ありがとうございました皆さんおやすみなさーい。バイバーイ